はいどうも、VIP です。やっていきましょう、VIP です。よろしくお願いします、VIP ですぐですよ。本日の動画はですね、サムネタイトル見てもらったらわかると思うんですけども、ジャリエル・ロドリゲス選手の動画されてます。亡命してなかったね、ジャリエル・ロドリゲスは僕のチームにいましたということで見てみましょう。はい、こちらですね、球威82、制球71ということで、まあスタミナがねちょっとあまりないんですけども、まあ主に中継ぎが適正なんで、まあ今日は先発で使いますけど、中継ぎがメインで、ムービングハウス156、スライダー、ほんでこのねナックルカーブがパワーカーブになってると。でタイピン持ちで伸びて剛速球、ここがね前違うかったんですよ、確か特殊能力、第3特殊能力が剛速球に変わってる。でまあ今ねこのパワーカーブがかなり強いと言われてる環境なんで、まあ、ナックルカーブよりもどっちがいいかなって思ったんですけど、まあやっぱり今旬のパワーカーブの方に継承しました。はい、ということでね、消防チャレンジやろうと思ったんですけど、スピ解放用に A ランクと S ランク置いとかないといけないので、今日は消防チャレンジなしでもうこのままリアルタイム対していきたいと思いますんで、よかったら皆さん最後まで見ていってください、どうぞ。ですいません、リアタイはちょっと中日純正で1試合やります。はい、あの完璧じゃないんですけど、まあ、現役なるべく現役のオーダーで組みました。はい、レフトのねちょっとアキーノとかいないんで、深井くんで行って、で福永選手とかもいないから、まあ周辺で行きますわ、セカンド今日福永選手守ってるけど、で DH だけちょっとオッチで行かして、うん、でピッチャーもこんな感じ、今日高橋宏斗くん投げてるね。まあちょっと1試合だけなるべく現役オーダーで行きたいと思います。はい、では行きましょう。さあお願いします、カズキンさん、よろしくお願いします。カズキンさんかな、あ阪神やん、相手阪神対中日、熱い。さあ行きましょう、まずムービングファーストから入りますと。はい、オッケー。いやージャリエルほんまにパワーカーブ行こうか、行くで、ほい、うわー、えぐい。でこのコースにムービングファーストとかやったらもう詰まるんじゃん、取れりゃ、よし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 、いややばい、パワーカーブやばいな、はい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 、でスプリット、いやジャリエルどこおんねん今、おい、ナイス周平、ジャリエルどこおんねん今。けどまあね、多分おそらくやけど中日ファンの方とかやっぱり怒ってるでしょ、うん、まあ、もちろんねメジャーでやるんやったら頑張ってほしいけど、まあ明らかにね、取れるよ、明らかにまあやっぱ契約的にはね不履行というか、うん、ダメなことしてますからね。じゃあいきましょう、大島選手、あそれ結構ね最近ね、そのおいしゃー、いやー結構なんかその阪神タイガースのね渡辺亮選手がまあ僕に似てるっていうね、まあ昔僕もそのネタでやってて、で結構それをねネタにしてたら怒られたんですよね。やっぱプロ野球選手に似てるっていうネタはなんかダメみたいなんですよ、プロ野球は。なので結構ねいただくんですよ、ツイッターとかでもかなり、今日ホームラン打ちましたねとか、ナイスプレーですとかね、でめっちゃツイッターでいただくんですけど、触れれないんですよ、ごめんなさい、ツイッターはねもうやばいやつ多いんで、めちゃくちゃ怒られるんですよ、ツイッターって反応したら、だからありがとうございますとか言ったらね怒られるんで、なぜかわからないけど生きづらいでしょ、うん、世知辛い世の中なんで、だからツイッターとかでは無理なんですけど、 YouTube のコメントとかやったらね全然大丈夫なんで、はい、申し訳ないけどツイッターはちょっと触れれないです、すいません。さあツーツー、いやー伊藤くんえぐい。さあ4番石川貴也、ちょっと待って、応援歌が、応援歌があれや、てててててててなってるやん、俺が先にホームラン打とう、よし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 、俺が先にホームラン打つわ、石川くんで、いやーくっそー抱き上がらなかった。さあシュウペイ、外野前に来てるよ、大丈夫、あー聞こえてんのか、ホームランバッターがいない、ホームラン打てる打者がいない、ゲーム OB 入れないと、よし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 。さあビシエド、ビシエド2軍に落ちたよね、どうした、何があった、成績的に落ちる落ちる落ちる、レッツゴー、よしよし。さあここでは、これはごめんなさい、ちょっとね現役の選手不安やったんで、ちょっと落ちない選手入れました、あ帰るか、え、やばい、これ伊藤正史選手のこういうフォーム取り入れへんのは時間かかる説あるよね、どうやろクイックやったらいけるよね、いった、いやーオッチでも無理か、やばい、終わっちゃう終わっちゃう、これ待って待って、終わらさないわさあ怖っ、大山選手ちょっと早く来てほしいわ、アーティストで使ってみたい、やりたい、早く取れる、よし、やっぱジャリエル3割台の方には打たれへんわ、パワーカーブ、うわー、えぐい、これこの辺からは、これストライクだったらやばい、なぜよう打てたな今の、え、なぜなぜ合わせれた今の、おいおいおい、ちょ人変わったか、おい
お兄ちゃんか、お兄ちゃん呼んできたか、おい、よし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 、頼む頼む、えぐいえぐい、待って、これちょっと相手お兄ちゃんに変わっただほうやで、これ多分、ちょー、これ絶対変わったやろ、お兄ちゃん呼んでくんだよ、おいおい、よし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 、タイピン、えぐい、タイピン、よし取れるよ、よしよしよし、オッケー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 、あと1個あと1個あと1個、はい、やっぱスタミナがないな、ナイスボー、パーカーブ、はい、よーし、うわ、ノリモティか、なんやこの名前、ほんで、あのね、結構最近コメントで多いのが、あの緩急の発音、ビップさんおかしくないですかってコメント結構あるんですよ。え、緩急じゃないですか、なんすか、緩急っすか、眼球みたいな感じじゃない、そのイントネーション、緩急ですよね、緩急、緩急、難しい、なんなんやろ、緩急、ちょっと緩急やったらなんか、あの緩急みたいになるよね、まあちょっとよかったら教えてください。あとなんか結構ね、発音おかしいシリーズあるんですよ、僕。例えばあの、漫画のアニメで、黒子のバスケってあるじゃないですか。これも、なんか生放送で言ってたら、いや、発音ちゃうやろ、みたいな。黒子のバスケですよね。これ、パーカーブいきますね。三振取ります。はい、あと。ジャストリック。これよ、これ。打てないから。うん。黒子のバスケですよね。で、よく聞くと、三好らしいんですよね、黒子。え？黒子のバスケ？黒子のバスケ、あれ、あ、もうごちゃらできた、正しい発音は黒子のバスケ、あれ、まあいいや、もう何でもいいわ、どの発音に文句言うな、空振っとんねん、こっちはパーカーブ、人の発音に邪魔をつけたらあかんっすよ、あかんっすよが取った今、あとなんかもう一個あったな、ボボボーボボーボボーか、僕が小学校の時からね、ある漫画でボボボーボボーボボーってあるんですけど、これもなんか発音ちゃうらしい、正しい発音何かわからんけど、この方もしかして ER か、この則本選手使ってるってことはワンチャン VIP の動画見たな、全く同じやん、 VIP の則本とシリーズが、ただスピ解放してないっぽいね、で昨日の佐々木朗希対山本由伸激アツやったね、ゲロアツやった、マジでずっと見れた、やっぱね、日本最高峰のピッチャー2人が投げ合うと試合時間めっちゃ早いね、テンポがマジで、まあさ、ちょっと全くね、多分今ここの視聴者で分かる方少ないと思うんですけども、あの僕の名前の由来となったそのビッグバンのメンバーの G ドラゴンっていう方が今日本に来てて、もうで、その方が日本でポップアップストアをやるみたいなんですよね、で18日から整理券を配るらしいんですけど、僕18日行けなくて仕事で、でちょっと詳しい方、なんか20日ぐらいまでやってるのかな、何日ぐらいまでやってるらしいんで、ちょっともし詳しい、あ、記憶なってる、もし詳しい方がいたらちょっと教えてください、Gドラゴンのポップアップストアの件で、もし関係者の方がいるのであればよろしくお願いします、 DM 待ってます、はい、 Twitter の DM で待ってますんで、ちょっとどうしても行きたいんですよ、僕 Gドラゴンのポップアップストア全部商品買いたいんですよ、ここにあるもの全部でって、うん、もしスタッフの関係の、そのポップアップストアのスタッフ関係の方もいたらもしよかったらお願いします、よろしくお願いします、もうこれだけは本当に行きたいんです、僕もう G ドラゴンが一番好きなんです、僕お願いします、よし、熱弁してたらめっちゃアウトになっちゃった、さあ行きましょう、僕の名前の由来はね、あのビッグバンっていうアーティストのあのファンクラブの名前から取ってますんで、はい、VIP っていうねファンクラブの名前があるんですけど、 VIP ジャパン、おっしゃ、知らない方結構いると思うんですけど、僕最初名前 VIP ジャパンでしたからね、プロスキー始めた時は VIP ジャパンでやってましたから、よっしゃ、いや強えな、これで中継ぎできるからね、中継ぎで中継ぎがメインやから、適正はロドリゲスは、うん、ロドリゲス、パワーカーブだけで抑えれる説あるくない、これ、ほい、うわこれ低め、ボール球、はい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 、でムービングファースト、いや強いわ、もう一球、はい、あざす、よし、キャッチャー、よーし